皆さんこんにちは。今回もですね、スプラックスプレイングサッカーで、サッカー日本代表対スペイン代表でですね、スペイン代表の攻略法を、見ていこうと思います。で、スペインのフォーメーションこちらになってますね。多分ワールドカップの、2018の時のね、フォーメーションだと思いますが、ジエゴ・コスタをセンターフォワードにして、イスコとダビロ・シルバ、一番イニエスタ、チアゴ・アルカンタラ、ブスケツで、最初にね、セルヒオ・ラモスとピケ、あとカルバハルと、ジョルディ・アラバ入ってますね。はい。でもね、まあこれステータス見てわかる通り、スペイン代表のね、メンバーは非常に、優遇されているというかね、まあワールドカップ制覇者にふさわしいぐらいの、能力値ですね。クロアチア代表と比べるとかなり、正当な評価なされていると思います。で、まあ代表、イニエスタが代表引退したのかどうかよく知らないんですけどね、まあこの時は入っているということでね、このフォーメーションの攻略法ですね。はい。で、まあ、スペイン代表のポイントは全員ね、パスがうまいっていうことですね。まあ、あと足元のテクニックもあって、とにかくね、そのような、まあ、パス回しのうまさですね。はい。まあ、これはね、もう、2008年の、バルセロナのね、ポゼッションサッカーの始まりからね、ずっと連綿と続く、スペイン代表の特徴ですね。パス回しがうまいと。その伝統の系譜を受け継いでいますね、まだ。はい。ただですね、弱点としては、パスはつながるけど、フィニッシュがね、最後、シュート打ってゴール決めるところが、ちょっと決まらないことがあると。はい、いうことですね。まあ、あとね、まあ、細かいところ、まあ、ジェイゴ・コステにスピードがあまりないっていうのもそうですけど、まあね、ただ、コンタクトプレイヤー2ですね。ターゲットマンとしては十分な能力ですね。で、まあ、これもね、もう何回もね、このゲームスペイン代表扱うこと多いんで、もういろいろ言ってますが、イスコにも、ウィンガーとしては、能力値低いですね。スピードがないですね、まず。はい、まあそこが絶対的な、ところだと思いますね。完全にトップ下タイプの、選手ですね。ただ、もうね、現代サッカーからトップ下消えてしまったので、ウィングに行っていると。ただ、スピードがないと。はい、そこが大きな欠点ですね。あと、レアル・マドリードの選手ですが、フィニッシュに絡む時も、イスクはちょっと弱い部分がありますね。で、当然、テクニカルタイプなので、ヘディングもない。あと、コンタクトプレイ、体がぶつかるプレイですね。それも苦手ですね。線が細い選手ですね。ダブルシルバーも似たような、ところを受け継いでいると思いますね。はい。まあ、そこがまずスペイン代表のね、まあ、決めきれないっていうのはそこですね。スピードがないですね、スペインは。はい。まあ、しょうがないですね。うまい人を集めてるんで。まあ、あと、イスコの動きがちょっとね、特徴的な部分もあって、まあ、シルバーもそうかもしれませんが、引いてもらう動きね、スペイン大好きですね、スペイン人は。これはね、スペインの育成リーグからの、そういうね、教えがあるんですけどね。スペインの選手はみんな引いてもらう動きが、大好きですね。まあ、ゼロトップなんて昔ありましたけど、あれもね、スペイン流の、戦術ですね。ボールのつなぎ、ポゼッションを重視する、そういう傾向から、チームのね、ゲームプランのバランスを見るときに、前の選手が引いて戻ってきてボールを受けるっていうね。はい。まあ、メッシにも、もうね、半分スペイン人なんで、得意の動きですね。はい。イスコモスの傾向がありますね。ただですね、この引いてもらう動きなんですが、いい部分もあれば悪い部分もあると、いい部分っていうのはね、まあ、相手がハイプレスに鍛えるときは、もうね、これ、イスコが戻ってくれば、あるいはダイブロシルバー、二人とも戻ってきたりすればね、もう完全に、相手のハイプレス、空振りしますね。もし相手がね、ハイプレスでスペイン代表をはめようとすれば、中盤厚くしてね、イネスタ、アルカンタル、ブスケツあたりを、いかに攻略するか、いかにプレスでね、抑え込むかっていう、そういうゲームプラン立ててくると思うんですが、この、前の選手が降りてくるとね、完全にもう、焦点がぼやけちゃいますね。中盤の人数出されると、プレスがかからないと。しかもね、二人とも、非常に上手い選手ですから、一人二人ね、行ったぐらいじゃかわしてしまうことがあるので、プレスが完全にかからなくとなると。はい、そういう強さがありますね。ただですね、引いて戻った時に、もし相手がね、ここに追いかけてこなければ、一番のね、プレッシングでそこまで重視してこない場合は、もう完全にね、戻った動きが無駄になっちゃって、むしろね、攻め手が片手落ち状態になると。はい。これね、これが効果的に働かなければ、ただね、前線の選手が交代して、ジエゴ・コスタが孤立するだけですから、
むしろね、握手ですね。後ろに吊られてしまっているような、そういう感じになりますね。はい。というわけで、こっち方の作戦としては、引いて守るですね。要は。はい。プレッシングを諦めて引いて守る形、守備的に入るというね。まあ、これ、ワールドカップの時もね、ポルトガルもしかり、イランも、モロッコもスペイン代表相手に全員引いてね、守って、守備的に入りましたね。そうすると、まあ、昔のね、日本代表みたいに、相手の守備ブロックの外側で、パスが回り出すと、スペインですね。はい。まあ、パスはね、ポゼッション率、上がって、パスの成功率も、数字上はね、良くなるんですが、全くね、まあ、勝負を決めるという意味では意味のないパス回しですね。このブロックの外側で繋いでしまうというのは、はい。そういう傾向がありますね。よって、スペイン代表攻略するときには守備的に入る。で、ブロック守備やってね。まあ、ただ、イスコとダブルシルバーどっちも、非常にミドルシュートあって、中に入ってのミドルシュートもあるので、そこはね、しっかり、シュートブロック入らないといけないですね。はい。まあ、ただ引いて守ればね、強さが出ないので、スピードがないということはね、カウンターにもあまり強くないので、引いて守ってカウンターですね、ショートカウンターの形でもいいかもしれません。それが、大きな狙い目ですね。まあ、あと言えばね、まあ、イニエスタもね、狙い目ですね。もう年齢的な問題はありますが、守備の時間帯の時にね、ディフェンシブフェーズの時に、働きが弱くなると。まあ、特にイニエスタに関して言えばですね、やっぱり体がぶつかるプレーが非常に苦手なので、あと、まあ、球際のプレーもですね、激しいプレー、非常にテクニシャンであるがゆえに、そういうところがね、苦手な部分がありますね。まあ、イスコもね、それは同じですね。はい。だから要はスペイン相手にやるには、引いて守って、で、インテンシティを高めると、球際を厳しくする、シュートブロックにしっかり入ると、もうね、それが一番簡単な、スペイン対策ですね。はい。これね、スピード、デュエル、1対1のね、ものをあまり持っていないチーム相手には、まあ、それが定石となってますね。スペインはその、王様みたいな、そういうチームですね。はい。まあ、ただね、これゲームなんで、セルゲイ・ラモス、ピケ、ブスケツ、この三角形ラインで、ね、何回も相手してますが、非常に硬いですね。で、ディフェアもキーパーで入っていると。はい。ディフェンス非常に硬い面があります。まあ、ただこのね、やっぱりイニエスタの後ろ、チェ・ガルン型の後ろ、ブスケツの横のスペースですね。ここ狙い目、一つの狙い目ですね。で、サイドどちらが弱いかといえば、カルバハルは非常にね、献身的なディフェンサーで、申し分ない守備してくるんですけど、ジョルディ・アラバの方がちょっと狙い目かもしれませんね。はい。まあ、あとね、イスコも、シルバーはわかりませんが、イスコはね、プレッシングもそんなに、ハイプレスも来ないんで、そこもね、緩い部分がありますね。はい。で、日本代表で攻略のフォーメーション考えます。で、フォーメーションこれですね。これアジアカップの時の、はい。まだその時のままですね。で、またインディ中島使っていきますね。で、まあね、ブロック守備、ちゃんと敷くということでね、はい。まあ、もうね、おなじみの、はい、3-3ラインですね。はい。3枚3枚と、これで、守っていきます。これでね、もうほぼ弾き返せると思いますね。イニエスタと、まあ、チアゴ・アルカンタラ、スピードがないんでね、パスさえ封じてしまえば、ハイプレス非常に激しくしてね、あと体当てるプレー感がやって、中盤をね、抑えてしまえば、スペインあんまり怖くないですね。はい。まあ、あと、そうなると、まあ、イスコの中の入りと、まあね、ダブルシルバーの中の入り、あとジェイゴ・コスタの個人技ですね、そこ、ちょっと怖いところですが、まあ、イスコのミドルシュートみたいなのはもうエンドがね、抑えてもらうと。まあ、ジェイゴ・コスタはもう抑えきれなかったらしょうがないですね。冨安と吉田、酒井宏樹次第ですが、抑えきれなければ1点入ってしまうよと。そういう感じですね。はい。で、フォーメーションこれでいきます。はい。まあ、中盤ね、やっぱり硬いですね。特に、最終ラインですね。ピケとラモスは大外一人じゃどうしようもないですね。必ず、シャドウ、香川でも南野でもいいですし、あるいはね、武藤を入れちゃってツートップにしてもいいですが、大外一人では本当に、やりようがないので、必ずサポートをつけますね。はい、それぐらいレベルが高いですね。はい、大外から、ここもね、取られちゃいますね。はい、なんとか繋いで。はい、シュートまで行きましたね。はい、これもシュートと。今ね、でも、中島いつもシュート入るというかね、
枠には飛ぶんですけど、今シュートブロックされちゃってますね。やっぱり硬いですね。はい、ここもね、不用意な横パスでしたね。このブスケツ本当に要注意だと思います。はい、今くさび入れたんですけど、ピケの、素早い対応でくさびも入らないと。はい、そのね、難しさですね。はい、なんとかかわしましたね。わあ、はい、デヘアの飛び出しですね。やっぱりね、もう曖昧なディフェンス、曖昧なね、攻撃では、通っていかないなっていうね、そういう感じ出てますね、完全に。はい、石川がボール持ちますね。ここに当てますね。はい、あは、ダメだ。イニスタにやってしまった。はい、はい、くさび当てて、おう、スルーになっちゃった。はい、もう一回やり直します。ここね、中島使いたいですね。はい、中島のうまい動きでインサイドハーフに入ってね。いやー、硬いですね。今ね、もうカルバハルのプレッシングからもう、だいぶ、ボール取られる雰囲気が、ありますね、もう。後ろから追われてるんで。はい。はい、なんとかね、1点取りました。ただね、もう完全にやっぱり、ピケカルバハルサイド硬いですね。なかなか攻撃も入っていかないと、今、ギリギリで繋いで、得点に至りましたが、やばい、これはダメ。唯一ね、スピードあるジョルディアラバですね。これは、逆サイド振って、えい、落として、頼む。はい、はい、南野のシュートですね。まあ、なんとか、うわぁ、崩しの形は作れてる感じですか。はい、頼む。はい。うん。はい。1-0 ですね。ちょっと難しいかな。はい、ここは入んないと。はい、入りましたね。なんとか。くさびが入んないとね、本当に大変なことになるんですけど。うん、これもな。はい。なんとか。はい、うまく崩しましたね、今。やっぱりね、ブスケツの横のライン、横のスペースですね。そこ、ブスケツが対応しきれてないんでね、空いてますね、ちょっと。で、イニエスタの後ろでもありますね、それは。うん、これは、はい、カウンターが入りそうですね。はい、ここ、スペースありますね。ラモスが上がってしまっているんで、はい、ここが空いてるっていうことですね。わ。はい、サイド使って、放り込んで、ちょっと一回落とすか。うん。冨安の、シュートブロックに入ります。うん。あ、いいですね。プレス効いてますね、だいぶ。はい。またね、同じ形ですね。乾使って、大阪に折り返して1点と。やっぱりね、そこが、センターバックとサイドバックの間も、だいぶ空いてますね、これは。特に右ですね。左はここは硬いんだよな。はい。そうですね。やっぱりね、かなり大胆なパスを、ピケをね、攻めると、大体カットされますね。はい、中央当てます。うわー、危ない、ギリギリ。はい、今ね、ブスケツがもう、素早くね、インターセプト狙ってますね、やっぱり。はい、中島から、南野と。わー、取られた。はい、やっぱりね、ブスケツ入って叩いてくるとだいぶ硬いですね。ただ、中島は効いてるかもしんない。うん。はい、もう一回使います、中島を。で、大底に出して、シュート立点と。はい、いいですね。中島がね、ずっと、スペインにとって嫌なポジションを、取り続けているので、もうね、攻めが、なかなかね、スペイン守りづらい形になってますね。はい。4-0 ですね。フォーメーションを変えます。どうしようかな。まあ、中盤のね、3-3ゾーンはやっぱりあんまり動かないでしょうから。これ1枚落とすとね、途端に中盤でプレスがかかりづらくなると思うので、まあ、ちょっと人を変えてみますか。で、香川あたり使ってね。ちょっと、じゃあこれやってみますか。はい。あ、これやるなら乾だな、やっぱり。はい、大阪をワントップにしてみます。香川のサポートをちょっとなくして、香川インサイドハーフ入ってもらって、これでどうなるかですね。ちょっと、今ね、センターバックとサイドバックの間のスペース、ブスケツの横のスペース、狙い目だったので、そこに、香川をね、入り込ませるっていう、そういうイメージですけど。
中島じゃない、大阪のサポートがなくなったことで、くさびがより入らなくなる、そういうね意味もありますね。うわー取られるのかこれ。いやーひどい、今のね強いですねやっぱり。はい、サイル使います。ここね、はい、ここ空いてますね、思いっきり。はい、で、またね、ダイアゴナルのパスは素早く反応してきますね。はい、まあ、でも、中央行ってね、ピケが飛び出してたんで、ちょっと簡単気味に入ってね、1点ですね。大阪行くか。はい、これも、ちょっと空いてんな。無理か。無理ですね。はい。香川ここにいますね。はい。いいですね。はい。もう香川のね、崩しが入ってるんで、香川が非常にいいポジション取ってね、リンクマンとして、十分な機能を働きましたね。スペインやっぱりちょっと中盤のプレスが弱いですね。イニエスタのところで、あとチェゴ・アルカンタのところでちょっとかかってないかなっていうね。はい。香川がボール落ちましたね。やっぱりね、香川がだいぶ、組み立てに効いてるんで、はい、いいですね。香川からね、大阪、乾、あ、中島から大阪ですか。はい。うん。はい、吉田がボールカットします。また香川ね、繋いでもらって、くさび当てて、ブスケツはね、かわしますね。はい、あ、ちょっと狙いすぎか。うん。はい、もうね、ここね、こっちプレス中盤枚数多すぎるんで、スペインのパスがね通らなくなりつつありますね。はいはい、長友のシュートですね。ここを狙ってみるか。えい、わー強い。はい、カウンター潰せましたね。はい、もう一回潰しますか。うん、わー強い。はいはい、またね、中島から大阪の折り返しでシュート1点ですね。ちょっとピケとラモスの、コンビネーションね、悪いですね。はい、ここは大阪が不利になってるんで、1人ですけど、これじゃね、守りきれないですね。ピケとラモスね、レアル・マドリードと、バルセロナで、あまりね、ライバル関係にあって仲も良くないみたいなんで、コンビネーションの、悪さがね、出ることがありますね。まあ、もう今はね、そこまでじゃないですね。2014年の時は本当に仲が悪かったみたいですけど、試合中ね、言い争いをしたりとかはもうなくなってるみたいですけどね。はい、中島使いますね。香川、ああ、パスが。はい。やっぱりセンターバック2人のコンビネーションって非常に重要ですね。カバーリングし合う関係なので、動きをね、お互いに、相手をね、サポートする気持ちがないと、はい、効果も薄れると、ずっとね、同じ形ですね。大阪の胸トラップから、ボレーと。まあ、ちょっとアクションとしては、なかなか難しい形ですけどね。中島から大阪に折り返して、大阪が点を取るっていうね、その形の、まあ、狙い目ですね。はい。はい、ここ持ち上がっちゃってますね。危ない。ああ。はい、ブスケツがね、飛び出すんで、そこでだいぶね、隙が、広がりますね。ブスケツはスペイン代表のフォーメーションから言うと絶対に出てはいけない人なので、前に出ちゃダメですね、これ。はい。あ、なんか強いですね。はい、こっちなかなかね、今、大阪はターン狙いましたけど、ピケの、ディフェンスがね、手堅いんで、通らないですね。1対1じゃなかなか勝てないですね。ただ、やっぱりね、ポゼッションと、走るサッカーで勝つっていう、あ、ここ強い。はい。そこが狙い目ですね。はい。はい。また、ああ、操作ミスです。同じ形作ってますね。中島がポジショニングずっといいんで、はい。ここですね。はい。ちょっとシュートいっちゃいました。ここ狙ってみるか。うわあ、ダメだ。はい。これ、ここ使いたいな、これは。はい。はい。ここまでね、空いてると、はい。なんとか使いましたね。えい。あー、ダメか。はい。やっぱりね、本当に対応早いですね。はい。6-0 ですね。もう一試合ぐらいね、やってみますか。ちょっとじゃあ、またバランス変えてみますか。多分ね、はまらないと思うんですけど。
ツートップにしてどうなるか見たいと思います。武藤使います。前もやりましたけどね。はい、まあ、これでどうなるかですね。はい、これ多分ねカウンターが決まりすぎると思ってやられちゃうと思うんですけど、まあもしかしたら機能するかもしれないと。はい、まあね攻撃力はだいぶ増してるんで点はね割と入るでしょうね。はい、ここ狙います。わあ、はい、あこれはいける。わあ強いですね。はい、やっぱりね今みたいなのがあるとこれでね1点ピンチになりますね。ちょっと人数足りてないですよねこっち。はい、さっきよりはだいぶ、わあ、はい、あ体力悪い、頼む。うん、これはね、はい、1点ですね、きっと。わあ、強いな。そうか。はい。あ、ちょっと待って。今のところね、スペインボール持つ時間だいぶ長くなっちゃってますけど、はい、あ、いいですね。大阪の折り返しから武藤のシュートに1点ですね。まあ、ただね、今度は、まあ、さっきもね、ラモス・ピケを大阪一人で何回かやり込めてたんで、そこにね、武藤をあえて出す必要はないと思うんですけど。はい、ああ、いいですね。よし、頼む。はい。あ、これどうしよう。これダメだな。はい、冨安のシュートと。はい、これカットできてますね。はい、またね、大迫から武藤のコンビネーションですね。この二人ね、まあ、特に大迫はやっぱり、キープがあってうまいので、武藤にね、渡して得点という形、持っていきますね。いやー、これダメだ。はい、1点入っちゃいました。今ね、ラモス止める人がいなかったですね、やっぱり。まあ、本来ならね、長友がプレッシング中盤に入ってるんですけど、そこが効かないので、ツートップにするとね、長友外しちゃってるんで。はい、武藤頼む。うわぁ、強いな。うん。はい。わぁ、オフサイドか。やっぱりね、攻撃過剰な印象は拭えないですね、こっち。はい。2-1 です。はい、イニエスタ、これは止めたい。はい、これで、頼む。はい、大丈夫ですね。で、サイド使うと。よし。これいった。はい、ジョルジアラバ対応がね、甘かったですね、今。はい、シュートまで行きました、なんとか。うん。はい、武藤のシュートと。ここを狙って、頼む。えい。うわー、はい。誰ですか、これ。後ろに反らしてね。ワールドカップでもね、ピケが結構、コーナーキックの対応ですね。やらかしがあって、190センチあるんですけど、マークのね、意識が低かったり、ポジショニングが悪いとコーナーキックでやられてしまうということはありますね。ちょっと一回下げるか。危ない。はい。中島からね、斜めに危険なパス何回も放り込んでますね。ただ、そのパスにはピケットブスケツが非常によく反応してカットされちゃうっていう感じですね。なかなかうまくいかないですね、だから。うわぁ。やっぱりね、このピケブスケツの、硬さがね、目立ちますね、スペインは。どうしよう。はい、手前に落として、えい、ここだ。うん。またピケのね、シュートブロックですね。はい。やばい。頼む。やばい、やられるな。よし。はい。わあ、そうか。はい。やっぱりね、ところどころ硬いところがありますね。ただこっちね、ジョルディアラバのサイドはそこまでじゃないかなっていう。はい。武藤のね、ラモス飛び出して、対応してマークずれてますね。武藤がフリーになってました。本来なら、まあね、ボランチが落ちるか、
引けがずれるかですけどね。まあそこまでの対応する時間なかったですね、今完全に。うん。はい、というわけで、4-1 ですか。やっぱりね、今のフォーメーションだとちょっと、スペインの攻撃の時間だいぶ長くなってますね。パス回しはなかなか止められなくなるので、まあね、ちょっと1点取られたのは、不本意ですけど、こっち3枚入ってるんでね、この中盤の枚数減らしちゃうと、スペインのパスを止めづらくなると。中盤制圧がね、なかなか、スペイン相手には鍵になりますね。で、やるとしたら、まあ、最初やったのね、まあこれですね。はい、まあ普通のね、この中央のプレッシングラインで止めると。長友も、入り口とかもね、使っていけば、なおよしっていう感じですかね。はい。まあ、ただやっぱりここですね、このスペース、イニエスタの後ろあたりを、攻めると、大いに、結構と。そういうね、結果が大体分かりましたね。あとやっぱり、ブスケツが非常に硬いですね。あと、ピケもそうですけどね、プレッシングというか、インターセプトが、何回も入ったんで。まあ、ただね、中島が、もう全ゲーム通してね、終始いいポジションを取って、ここからね、攻撃の起点に常になってくれたんで、だいぶね、崩しの形としてはこちらくさせてもらいましたね。あれ、カルバーラがしっかりついていれば、あそこまではね、スペインやられないと思うんですけどね、今回は隙がありましたね。で、やっぱり、チェゴアロンか、あ、じゃない、ジョルディアルバのサイドの方が、プレッシングとしては弱い感じですね。はい、カルバハルの方がより、ディフェンス面で脅威になると、そういう感じでしたね。はい。で、あとまあ大迫がね、意外と一人で、ピケラモス相手に、やれてたんでね、そこは意外でしたね。はい。必ずサポートつけなきゃいけないってね、言ったんですけど、サポートなくてもね、一人で、ポストやってシュートまで行くと、そういう形もね、何回か実現してましたね。はい。で、中盤のプレッシングラインですね。まあ、これ、長友入れてますけどね。まあ、偽サイドバックと考えれば、ある動きですね。はい。まあ、遠藤がね、非常にインターセプトも、体ぶつけるプレーもいいんで、あとね、柴崎が甲府町の波ちょっと激しくて、ディフェンス面で、本当にね、効くかどうかっていうね、そこもありますけど、まあ、遠藤がいるとだいぶバランス取れるんでいいと思いますね。遠藤航も、日本代表の中から外せなくなりつつありますね。なかなか替えがいない、そういう選手になってますね。はい。まあ、というわけで、今回ね、サッカー日本代表を使った、スペイン代表攻略法でした。また次回ね、やっていきたいと思います。それでは失礼します。